福田翔でーす。最近、再生回数が100回以上になると、なんか自動的にね、広告、オフの動画にしてても、広告ついてるらしいっすね。まあ、あれがちょっと意味わかんないなと思って、なんでそんなことすんの？僕、収益化通ってないんですけど、収益化通ってない人間の動画になんで広告つけるんですか？その、じゃあ広告料ってのはどこに行ってんのっていう。もしそれが、なんか他の YouTuber とかのね、収益になってるんだとしたら、俺はそれは許せない。うん。Google だったらなおさら許せないね。ほんとね、やめていただきたいね。せっかくね、面白い動画撮ってんのに、そういう変な広告とかつけられるせいで、萎えるんですよ。ほんと。YouTube プレミアム入ってる方は知りませんけどね。まあ、大半の人は入ってないじゃん、あんなんね。入ってるわけないやん。まあ、あんな入るやつ、やばいやん、だって。YouTube にね、そんな、だって言うてんなんかメリットあるあれ、広告見やんでええだけみたいな感じじゃないの、メリットとしては。あとなんか音楽が聴けるみたいな、もうそんなほんまお前それに金払うんだったらスポーティファイとかに金払っとけやって感じだけど、あとなんかオフライン再生ができるとか、まあまあまあ、なんか月額1000円弱でそういうことやってるようなサブスクね、やってるらしいですけど、僕の動画につけないでください、ほんと。広告は萎えるんですよ、本当に。もう面白さが半減すんの。ただでさえなんかも全然見れてないのね。100回超える動画にはなんかね、ピンポイントでつけてくるんですよね、あいつら。それがちょっとムカつく。それもなんかちょっと腹立つわ。うん。再生回数、23回。あ、ここつけねえ、ここつけねえわ、みたいな。それが腹立つね、なんか。100回超えてんな。これちょっと伸びそうやな。あ、広告ポチ、みたいな。え、これ次、この間の動画、再生回数20回。あ、これつけんでよ。次行こう、みたいな。それがムカつくね、お前、舐めとんか、こら、お前、ほんまによ。一生懸命作っとんのにさ、こっちは。あ、お前、再生回数20回舐めてええやんけ、お前。お前、20回の動画でもじゃあつけてみるな、そんな全部な、お前。平等にした方がいいやろ、そんなもん。すべての動画。お前、何そんなお前、いろいろ、お前、襟好んで、お前な、俺、つけるかつけんか選んどんねん、ボケ、お前。ふざけんなお前。